PM10 のサロン喫茶守備。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。9月30日、こんばんは。9月も終わりですね。順調に秋に向かっているってことでいい感じですね。最近テレビ見ててですね、歌番組が少ないなって思いまして、テレビの中でも結構歌番組って好きなんですよ。2時間、まあ最近はもう6時間とか普通にある感じですけど、もうぶっ通しでもう各アーティストが歌を歌う、それだけを見るっていう。でも最近はそういうスペシャルばっかりで、あのレギュラーの放送がない、 M ステぐらいじゃないですか今。だからもう少し、あでもカウントダウン TV とかもありますね。だからあと一番組ぐらい M ステのような、うん、 M ステじゃなくてもいいですけど、だから前はあの歌番っていう番組がすごく好きでした。中居くんと石橋貴明の2人の MC の、あれすっごい面白かったですね。トークの時間が長かったですけど、それでもまあ歌番組っていう感じで、歌が結構好きなんで、うん、歌うのも好きなんで、カラオケとかも結構行きますし、あ結構じゃないですね、最近ですね、まあ行き出したのは中学生高校ぐらいは全然行かなかったですね。最近はまあ、これもストレス解消法の一つかなって思うんですけど、一人カラオケ、前一回だけ行ったことあるんですよ。時間はどうしようかなって思って、初めてなんで一応フリータイムで最初は行ったんですよ。そしたらもうなんかその時は歌い出し、まあ最初は良かったんですけど、もう30分ぐらいするとなんか虚しさが大きくなって、一人で歌ってるこの状況がなんか客観的に見てしまって、ちょっとその雰囲気に耐えられなくなって、もう1時間ぐらいで出てしまったんですよ、フリータイムやったのに。それ以来一人でカラオケ、一人カラオケはしたことなかったんですけど、最近久々になんか行ってみようかなというか、その日がサマーソニックってライブ、イベントがあって、その当日だったんですけど、会場の近くにいたんですよ。その日予定が2つあったんですけど、1つ目がまああんまり結果が良くなかった、それで2つ目はもう天候が悪くて雨が降ってきて中止になった。もう全然個人的な予定なんですけど、まあ中止になったということで、結局その日はもうまあ何もやらなかったと言ってもいいくらい予定が潰れたんですよ。それでそのサマーソニックが夜7時ぐらいから開演で、2番目の予定が中止になったという報告が6時ぐらいに来まして、まあそこからもうまあチケットもないですし、行けることは行けるんですけど、まあ中には入れないんで、ちょっと、しかもそのサマーソニックには欅が出てまして、それを見に行きたいなと思ってたんですけど行けないということで、モヤモヤした気持ち、この予定今日は何もやってない、全部潰れた感じ、近くではサマーソニックやってるのに行けない、この嫌な感じをどう処理しようかと、どう解消しようかと思って、あ
カラオケに行こうと思ったんですよ。でもうカラオケで欅坂の歌を全部歌おうと、ライブに行けない代わりに一人で歌ってしまおうという思いになりまして、それでその日はサマーソニックの7時開演と同時に一人カラオケを始めましたね。それが久々のあれ以来の一人カラオケで、あの時とはやっぱり感じ方も変わったというか、客観的に見なくなって、すごい気持ちよく歌えました。一人でカラオケって寂しすぎるわって思ってたんですけど、全然なんかそんなこともそんな感じもなく、その日は3時間歌ってましたね。一人で3時間は結構歌えました。交代の時間がないんで、もう次々と曲入れて歌ってましたね。それでなんか最近ってまあ多分前からあるのかもしれないんですけど、なんか普通のアーティストで検索して、もうそのままそのアーティストが歌ってる映像を見れるんですよ。だからもう普通に、まあ、テレビ見てるのと一緒ですけど、音響はもうカラオケのそのままの音響なんで、なんかライブ感があって、本当にその会場にいるかのような音で映像も見れて聞こえるっていうシステムがあって、それを何曲か見て聞いてましたね。それだけでも楽しかったです。誰かとカラオケ行くのもいいですけど、一人で行くのも良かったですね。はい。それではここで一曲紹介します。One Day Music。今週の一曲は僕たちの未来です。家入レオさんの一曲なんですけど、この曲はもうさっきの話に関係しまして、もう個人的な理由なんですけど、カラオケの1曲目に絶対歌う曲です。一人の時も歌いますし、誰かと言ってる時も1曲目でこれを歌いますね。なんかもうこれはすごい自分の中でこれから歌うぞ感をすごい上げてくれる、テンションを上げれる曲で、声が低いんで小学生ぐらいまではすごい高かったんですよ。でも、まあ声変わりっていう男の嫌なしきたりみたいな 男性がまあ通る道ですね。声変わりしない人もいますけど、それでまあ低くなって、多分あの頃だったら元気で歌えたんですけど、もう今元気で歌える曲は少ないんですよ。なので1オクターブ下げて歌って気持ちいい、一番気持ちいいのがこの曲なんですよ。僕たちの未来。なので最近はもう女性アーティストの曲を歌うことが多いですね。1オクターブ下げて歌うのがちょうどいいので、だから欅坂もスーッと結構気持ちよく歌えます。家入レオさんの他の曲も好きですね。あと、ビジュアルが好きというか、なんか、すごいって言ったら失礼ですけど、吊り上がった目、キリッとした目と表情が好きで、あと力強いなんか感じ。最初見た時は、うわ、すごい印象っていうか、そのインパクトが強くて、表情もそうですけど、歌声も今まで聞いたことがない声で、金属音とはまた違う気持ちのいい高い声、なんか 全然伝わりませんね。まあ1曲目とは限らず、もう何曲も歌いたいんですけど、だから1人の時は3回ぐらい歌ってました、この「僕たちの未来」。
それだけ歌ってると本当に何か解放、ストレス解放みたいな、好きで歌ってます。はい、家入レオさんの「僕たちの未来」、皆さんもカラオケで歌ってみてください。ワンデーミュージックでした。この後も続きます。PM10 のサロン喫茶守備。はい、ではこのコーナー、破りたければ破ればいい、君が作ったその掟。はい、普段生活をしていると無意識に自分だけのルールを作ってしまうことがあると思います。必要のない時でもついやってしまう、やめたくてもやめれない、そんな皆様の自分だけのルール、掟をこのコーナーで紹介していきます。メッセージがないので代わりに自分だけの、自分のルール、そうですね、スマホに普通につけて、聞くイヤホン、あれの RL、右左を絶対に守ることです。これ守らない人はまあ多分いると思うんですけど、右左見てから確認してからつけますね。絶対そうじゃないと嫌っていうか、今使ってるやつはまあ別に左右が違っても装着の感じは変わりないんですけど、聞いてる音も別に変わりもないですし、間違っても別にいいんですけど、いやそれはなんかやっぱり気持ち悪いですね、自分の中で。まあイヤホンに限らず左右違いがなくても右左があるやつは守ってしまいますね。満員電車とかでちょっとイヤホンカバンから探して、もうコードも絡まっている時にぎゅうぎゅう詰めの中でコードをほどいて、それでも確認してからつけますね。と、今日は本当にどうでもいい話で、皆様の自分だけの掟を教えてください。ラジオネームを添えて、メールまたはツイッターメッセージと YouTube コメントで送ってください。懸命に君置きと書いていただけるとありがたいです。メールの送り先は subi10@gmail.com、subi10@gmail.com、 subi10@gmail.com です。サロン喫茶スビ。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備。そろそろエンディングのお時間となります。はい、もう10月に入ってまだですけど、もうハロウィーンですね。世間はハロウィーンかハロウィーンか、皆さんはどっち派ですか？自分はハロウィーンです。多分そっちが正式な言い方なんじゃないかなと、まあ響きがいいんでそう言ってるんですけど、
ハロウィーンで仮装したことってないんですよね。した人の方が少ないんじゃないかなって思うんですけど、今仮装するならまあ多分ハリーポッターかな。まだハリーポッターですね、自分の中で仮装といえば。 USJ に行けば一番雰囲気も合ってますし、ただ今はディズニーランドに行きたいという。君おきメッセージとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは普通のお便り、質問や悩み相談など何でも送ってきてください。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。ハロウィーン。